今回、崎山先生と秋葉先生ご出席いただいておりますから、お二人からは、未来さんのヒアリングについてお伝えください。私は国会事故調査委員として福島第一原発事故原因調査に参加させていただきました。ここでは2012年7月に提出した調査報告をベースに発言させていただきます。資料丸1、事故報告の結論にありますように、福島原発事故はまだ継続しています。しかも増え続ける汚染水、労働者被ばく線量の増加など多くの問題を抱え、状況は当時よりも深刻になっており、収拾の目処は立っていません。調査によって明らかになったことは、電気事業者を監督すべき立場にあった規制当局がその任務を果たしておらず、事業者は歴代の規制当局に規制の先送り、規制を緩めるよう強く圧力をかけていたということです。これが成功して安全対策が取られず、脆弱性を抱えたまま 3.11 を迎えたという面で、この事故は人災であったと言えます。関係者に共通していたのは、およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心である、国民の安全を最優先とせず組織の利益を最優先とするマインドセット、思い込みでした。住民の被害の状況についてはまだ先の見えない避難所生活が続いています。その原因は規制当局の住民の健康と安全を守る意思の欠如と、健康を守る対策の遅れ、被害を受けた住民の生活基盤回復の対応の遅れ、住民の視点を考えない情報公開にあると結論しました。この状況は報告書提出後1年半以上経った本日に至っても変わっていません。放射線による健康影響について関しましては、報告書4部にあります。これはお手元の資料丸1の、30ページから15から30ページに説明してあります。低線量被ばくによる資料丸2です。丸2の、2ページから3ページにあります。低線量被ばくによる万発障害に関しては、その今の丸2の2から3ページにあります。で、一定線量以下ではリスクがないという敷地はなく、リスクは線量に比例して増えるとする敷地なし直線モデル、LNT モデルが国際的な合意事項となっています。放射線感受性は年齢や個人によって異なることから、弱者を考慮した対策が必要です。放射線に安全量がないということは、放射線の持つエネルギーの大きさが生体を形成している分子の結合エネルギーの大きさの数万倍にもなるため、放射線の軌跡が1本通っても DNA などの電子分子に複雑損傷を起こす可能性があるためです。政府関係者が100ミリシーメルト以下ではリスクがあると科学的に証明されていないという場合、引用されているのが広島長崎の寿命調査です。しかしその14項では資料2の丸2の、5ページに示されているように、 LNT モデルが実際のデータに一番よく合うこと、次のページに示されているように線量あたりのリスクは200ミリグレー以下の方が全線領域の高いのです。このことから著者らは、
放射線が安全なのはリスクの放射線がゼロの時のみだと結論しています。この図を見て100ミリシーベルト以下はリスクがゼロと言えるでしょうか。政府が期間の目処にしている20ミリシーベルトもリスクがないとは言えません。しかも20ミリシーベルトというのは年間の線量である。5年住めば100ミリシーベルトになるのです。次のページは非がん性疾患の線量に比例し応じて増加することを示しています。この図から分かることは線量と疾患の関係が被爆後15年ではまだはっきりせず53年経ってよく分かるようによく分かってきたということです。これを見ますとこれから考えますと福島の被爆影響がんおよび非がん性疾患に関しては早急に結論を出すことは出さずに長い期間調べなければならないということです。資料3のグローバル勧告について触れます。資料丸3ですね。国連人権理事会の特別報告者アナント・グローバー氏は福島原発事故による健康被害に関する勧告を2013年5月に国連に提出しました。その中で日本政府に対し1ミリシーベルト以上の占領域の住民に対して健康調査をするべきであること、子どもの健康調査を甲状腺検査に限定せず全ての健康への影響の可能性を考慮して検査するなどの勧告を行いました。で3月20日グローバー氏を招いた院内集会でが行われましたけれども、その席で環境省の参事官は広島長崎の寿命調査では100ミリシーベルト以下では健康に影響が認められていない、なぜ1ミリシーベルトを持ち出すのか根拠を聞きたいと発言されました。広島長崎の寿命調査では上に述べましたように放射線に安全量はないと書いてあるので、これにはグローバー氏も驚いたとおっしゃっていました。参事官によればこのような情報を提供したのは放映権の先生だということです。もしこれが事実であるとすれば、放射線専門家は一般国民ばかりか行政官に対してすら正確な情報を提供していないということになります。そして100ミリシーベルト以下は健康に影響が認められないという理解に基づいて、政府はグローバー勧告に対して1ミリシーベルトというのは科学的な根拠がないと繰り返し反論したのでしょう。その上、そのような理解に立って健康検診や基幹政策が決定されているわけですから、これは国民にとっても大変な最悪です。今年2月に政府が発行した放射線リスクに関する基礎情報にも、その政府の見解が反映されています。資料2の最後のページにある確率的影響に関する上の図です。放射線による発がんは自然発生に発生率に上乗せされるべきもので、下の図のように示されるべきです。この冊子の作成に対し助言を与えた専門家有識者56人の中には現 ICRP 委員をはじめ大学教授、法医研研究者などが名前を連ねています。専門家と言われる方々はもし何らかの働きかけがあったとしても正確な情報を提供するのが社会的責務ではないでしょうか。で次に事故報告書の5部に移ります。資料131ページから34ページは電気事業者連合会
原子連が放射線管理に関し、規制当局、放射線専門家に対し働きかけを行っている文書を電磁連資料から抜粋したものです。電磁連は規制が厳しくならないよう緩和されるように規制当局、放射線専門家に働きかけを行い、それが成功していました。特に ICRPE の国際会議に関わる旅費等を長年にわたって放射線影響協会を通じて渡していました。その結果かどうかは分かりませんけれども、 ICRP2007 年勧告に対する電力の主張が全て反映されたという記載があります。電磁連は研究分野に対しても規制が厳しくならないような研究を奨励していたことが明らかです。現在の状況はこの原発事故を起こした責任を問われるべき東電が何らの責任も取らず、その東電から利益供与を受けている専門家が事故の被害者である県民や市民の健康管理の在り方などを決める審議会のメンバーになっているという異常な状態にあります。これは正していただきたいと思います。次に、子ども被災者支援法の実施方法についての意見です。資料丸3の、A3 版にあります健康診断比較表をご覧になってください。これはいろいろなケースの被爆者がどのような保障を受けているかを比較したものです。表から分かりますように、 JCO 事故では検診の対象者は一時的に1ミリシーベルト以上を被爆した人になっています。福島では年間1ミリシーベルトでも保障の対象にはなっていません。公衆の被爆線量限度を事故以前に戻して、それを超えるところでは福島県外であってもグローバー勧告にあるように甲状腺検査ばかりでなく、全ての健康への影響の可能性を検査するよう求める声は、千葉県野田市市長による要望書をはじめお配りしました支援法に対する多くのパブリックコメントおよび要請を提出した自治体をプロットした全国地図にも現れています。これは年間線量が1ミリシーベルトを超える地域は全て支援対象地域に指定すべきであるとし、不安を抱えた住民が納得するような施策をしてほしいと要望しています。このような広い層からの要望に応え、福島県以外でも被爆線量年間1ミリシーベルト以上の地域の住民に対し、健康に対する権利が保障されるよう強く要望するものです。さらに現在の検診は福島県が主体となっているため不具合が多発しています。日本医師会の提案のように厚生労働省に一本化して体系的な検診体制を整えてください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。時山先生が書いてある提出資料2の被爆と健康影響について、ここで、まあ、おそらくこの委員のかなりの方が入っている放射線リスクに関する公的情報をかなり攻撃の対象になりましたので、まあ、委員の皆様それぞれ関係がある。でその根拠はここにお示しになった小笹先生の論文でありますので、これも、まあ、専門家として皆さんご存じの通りでありますので、ぜひ活発なご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。小笹先生のこの、論文、ちょっと結論の書き方が違ってるんじゃないかと思います。まずこの小笹先生のがん死亡の、
プレセスのデータ、まず書かれているのは200ミリシーベルトを越す、0から200ミリシーベルトを越さないと直線仮説が証明できないということが一つ。ただもう一方で、あのスレッショルドモデル、敷地モデルが排除できるということを2つ言っております。で、結論として放射線が安全なのは線量がゼロの時のみっていうのは、これは先山先生の解釈であって、小澤さん先生の解釈では主張ではない。それをまず指摘しておいて、はい、論文にそう書いてある。論文はノースレッショルドで、あるノースレッショルド、あ、それは言ってるのは安全かどうかという意味じゃなくて、モデルとしてスレッショルドモデルは排除できるということを書いています。でもしLNP モデルであるとすると、線量が低くなるに従ってリスクはどん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 小さくなって、結局統計的に有意に証明できるのが200ミリシーベルト以上、この解析ではそうだということがきっちり書かれているかと思いますので、やっぱりちょっと注意して扱った方がいいかと思います。疫学的にですね、100ミリシーベルトで 0.5% で死亡率が上がるということは、原子力安全委員会とかそういうところでも言っているわけですけれども、その ICRP のモデルを使ってですね、DDREF を2として、それで 0.5% 上がるかもしれないけれども、それは疫学的には証明できないからという書き方をしているわけですね。で、それは証明できなく ないからいいのかということになるわけですけれども、理論的にそういうこと 0.5% 上昇っていうのは、あくまでもその IGRP のモデルを使った場合ですね。で、この今先生がおっしゃったような、秋葉先生がおっしゃったようにですね、デジャガーは倍以上ですよね、もしそれが正しければ15カ国のも倍以上ですよね。そうすると 0.5% ではなくて 1% にある可能性もあるわけです。で、そういう仮定があって、それで ICRP の DDREF っていうの2っていうのは他、例えばベア報告なんかよりも大きいですし、要するに過小評価に行くわけですよね。で、そういう過小評価 を基準にして計算したもので、リスクが証明できないだろうというふうに言うのはおかしいんじゃないかというふうに思っています。 DDREF を2にしようが 1のまましようが、いずれ線量の低いところのリスクは非常に小さいんで、これは検出、要するにバックグラウンドの揺らぎの中にどうしても隠れてしまうっていうのを私たちは言ってんで、ゼロかどうかという議論はしてないんですよ。そこはちょっと理解してください。なくなってるっていうか、スレッショルドモデルだっていうようなことは全然言ってなくて、ただ非常に小さくなるという議論だけしてます。小さくなるっていうことで検出できないっていうようなことをですね、専門家がそういうずっと言っていて、あるでゼロであるというような誤解を生むわけですよ、一般の人には。で、こういう図が出てくるわけですよね。この一番最後にある、これどなたが書いたか分かりませんけれども、鈴木さんもその中に、コムの中に入ってるんじゃないですか、一番後ろ、この環境省に56人名前が入ってます。今日提出いただいたのは小田さんの論文ですので、この小田さんの論文から安全なのは線量がゼロだという結論が出るのか、100ミリシーベルト以下の影響があるということは言えるのか、そこら辺を専門家としてはっきりと議論していただきたいと思って、これちょっと専門的になりすぎるかもわかんないんで、あんまり長いこと議論したくない項目が DDRF です。これはベア7も
のやつを持ち出されましたが、あれは一応L 級モデルに従って、その原爆のその国慶使用、特に全巻にそれを当てはめたんですね。それで無理やりカーベチャーを出して、そのカーベチャーから 1.5 という数字を出したんです。でその前提は L 級モデルのリニアターンがドースレートインディペンデントであるということに準拠しています。これはもう単なるサイエンスですね。でそのサイエンスの準拠しているのはどこから来ているかって言ったら、ケララとロッシが、あれ80年ぐらいですかに、デュアルレディションアクションというモデルを作られて、それがドミネートしました、このフィールド。でそれから L リニアターンはドースレートインディペンデントだ。もともとのデータは染色体から出てるんですよ。でこれは確かにね、 L 級モデルがきっちりフィットして、その L のところは変わらないんです。なんでかって言えばダブル、2ヒットが必要ですから、トランスロケーション、それで L のところと Q のところがきれいに見えて、そういうデータを使って、ところがミューテーションなんかのリニアなドースレスポンスというのはドースレートディペンデント。だから、もともとのベアのああいう議論が全く間違ってて、私、あれが出たときに、ベアの方にそのことを注意を喚起するので、出たと言いました。でも無視されたんですね。残念ながら。で、それでずっと世界中がそれでドミネートしてますので、これはサイエンスとしてはベアを持ち出すというのは、私は非常にそのあたりのサイエンスが間違っておると思っておりますので、まず申し上げます。それからゼロリスクの問題ですけど、我々はリスクをゼロという議論をしているわけではないんです。ゼロじゃなくて、結局我々もともとあるリスクが 30% なんですね、がんの。でそこのところら辺で結局どれぐらいのリスクが、例えばその線量によって上昇するかということからスタートして、でどれぐらいのリスクならばという議論が我々の生活の中でその容認できるかという考え方を検討しております。それでそもそも最初にそのゼロリスクではないというところは何かといえば、生活のその習慣でも何でもその 10% ぐらいすぐ変動するわけですよ、我々の発がん のリスクも。それは都道府県別にそのがんの死亡頻度、それからがんのインシデンスが 10% ぐらい変動しているところからまず来ております。だからこういうような状況の中でゼロとかいう議論を我々はするんじゃなくて、どのあたりならば人間社会で普通の生活の中で放射線を使って生活していけるかっていう議論をしているんです。だからそのあたりのゼロリスクでないといかんというのは、これはもう先の見えない議論になるので、そこのところは本当に何て言うかな、エンドレスの議論になって、普通の議論ではこれ対応できないと私自身は思っています。丹羽先生にお聞きしたいんですけれども、冒頭のですね、崎山先生のこのポイントの丸2のですね、2のスライドだとかですね、放射線が DNA に当たると、破壊的な、1本でも当たると破壊的なとかですね、その4ページ目にですね、発がんに関する科学的共通認識だとかですね、こういったことについてはですね、要するに私たちはそういう放射線があるといろいろと人間の中で細胞の DNA が破壊されるという、事実はあるだろうと。それがどういう形で、起こる、確かに放射線がいっぱいあればですね、いっぱい起こるだろうと、だからそれはリスクが高いというふうに考えますよね。ただもちろん自然界にもそういうリスクはある。ただ要するに、福島の原子力事故があってさらに増えた時に、その、住民の健康を守るのはどうするのかっていう議論をするわけですよ。ですからこれは普通よりもですね、高くなっている放射線のところにさらされている住民、あるいは我々もそうかもしれません。それに対してどうするかって議論だから、あまりそこのところの議論でですね、注視しないでもっと前に進めたらいいと思うんですよ。そうしましょうよ。
もうこれはそういう事実があるわけですから、線量が多くなっているという事実がですね、だからそれでやっていただければいいと思うし、僕はまあそれにもうここにも書いてあるようにですね、いろいろわからない人間の体にはその低線量であれば、あれし、何でもですね、わからない事実がいっぱいあるわけですよ。例えば私たちもいつもがんができてるかもしれないけども、それが自分の免疫で到達してるかもしれないですね、治ってるかもしれない、そういうものもあるってわからないんだけれども、じゃあそのこの少し増えた放射線量の中でね、どうやったらもっとその前と同じように健康に過ごせるのかということについて考えていけばいいというふうに議論を進めていただきたいと思います。リスクゼロの社会はないということで、例えばタバコのリスク、あるいは肥満になった場合とか、そういうようなことと放射線、今事故によって放出された放射線によるリスクを比べるというのはおかしいと思うんですね。で、私たちはその望んでこの被爆しているわけではないですし、事故によって被爆させられているわけです。ですから、そういう汚染された土地にいる人、選択権がほとんどないわけですよ、避難する以外にですね。そういうことを考えて、通常のリスクと比較するということは間違えている。例えば、タバコを吸った方が何ミリシーベルトよりもリスクは高いというような議論はありますけれども、例えば胎児だとか子どもはタバコを吸いません、でそういうものに関しても被爆というのは一様にさせられるわけです。ですからそういう議論というのは通用しないんじゃないかと私は思います。別にタバコと比較して議論してるんじゃないんですよ。それで誰が一番被爆して困ってる方は福島の方なんですよね。福島の方でおられる方、ここに住みたいっていう方がおられて、その方は困っておられるんですよ。だから我々が困るわけじゃないんですよ。だからその方々がそのような、なぜそこ、もしも出て外に出て行きたいという方は出て行っていただけるような状況というのは、一応規制委員会の議論の中でそれ必要だということは我々認めております。でそうでないといかんということも、それで出ていかない方もおられるんですよね。それでそのような方々は放射線を受けてるわけです。私も住んでて受けてるんですよ。で私のこれでもう福島市にいて年間計算したら1ミリシーベルトトータルですね、追加じゃない。で私の家の前が 0.5 マイクロパーアワーで、すぐ横の溝は2マイクロパーアワー、それの中で家でいて生活して、それで作業して、だいたい年間1なんです。まあそれはいいんですが、そういうような中でそのような線路はやはり追加だから嫌だと思う方いっぱいおられます。当然それの中で本当にそれがものすごいリスクで、財産とか、あるいは家庭を破壊して、そのお母さんとお父さんが別れてでも避けなければならないかということを我々議論しているんです。だからそのゼロリスクということを議論しているわけではありません。どうもありがとうございました。論文は私はそのまま言っているわけですけれども、こういう診断範囲とかですね、この点がどういう意味を持つかとか、そういうことに関しては疫学の専門の方ですね、例えば津田先生のような方をお招きになってご意見伺った方がいいです。もっと単純にもう平均値とスタンダードエラーがあって、そしてそれが非常に大きい時でも、そしてそれがのゼロという意差がない時でも平均値が高いからということをの強調なさるのかどうかということは、誰でもここの誰でも議論できる範囲の問題で、専門家ならそういうことはしないと思います。これは診断範囲がですね、診断範囲がゼロよりも下
回ってるということで優位さが統計的優位さがないということを言ってるわけですよね。でそれがあのピーチが 0.05 あの以下でないと優位さがないというふうに言ってるわけですけれども、ピーチ 0.05 というのはそこから外れる確率が 5% ということですね。ですからこの中に 95% の確率で実際の、値が入る、真実の値が入るという意味だと思うんです、あの信頼範囲というのは。でそういう意味でこの点はあの、リスクがないとは言えないだろうというふうに言ってるわけです。あの下の上がってるやつっていうのは、あの70年代にピアスと、ピアスじゃなくてチャールズ・ラインが議論していることで、これバックグラウンドのポピュレーションをどう取るかでいくらでも変わるんです。それでしかも使うモデルをどういうモデル、リスクモデルを使うかで、これまたいくらでも変わるんです。古川さんの確か最近のモデルが、ノンパラメトリックかなんか知らんけど、そういうやつ使ってやるとこの、あのやつは出ません、そもそも。それでもう一つはこのコンフィデンスインターバル変わります、そのリスク。だからこれを捕まえて議論するというのはそもそもサイエンスじゃないんですから、このところで議論する、それをやめてください。これ本当にバックグラウンド、まあ、要は非被爆者の範囲を何キロまで取るかによって、この結果相当不安定になってしまって、逆にあの低いところであのもっと低い方にシフトしてしまう場合もあります。それはあの先生ご存知だと思いますけれども、それから結局近距離被爆者に関しては相当きめ細かくあの被爆線量の再構築とやってますけれども、2km より遠いところになってくるともうかなりラフな推定、距離と、遮蔽状況しか考えていなかったはずですので、その意味で、まあ、線量推定の誤差も相当大きいということで、まあ、ここのその、点推定値だけを取ってですね、どういう形になるかっていうのは、まあ、あまりいいやり方ではないと思います。でそれとあと、まあ、おそらくここの、まあメンバーはあの皆さんその敷地があるというふうには思っていなくて、敷地があるかどうかは分からないけれども、でもあの敷地がないという前提で考える、少なくとも放射線扱いについては、そういうふうに、考えるという前提はあの受け入れていると思います。放射線に大体あの、安全量はないというようなことをこの委員会の皆さんは認識されているということをおっしゃられましたけど、でもで、あるならばですね、その認識に基づいて、まあ、1ミリシーベルト以上あの、今までの決まりであった1ミリシーベルト以上の場所に住んでいる方々に対するその健康診断とかあるいは保障とかですね、そういうことをされるようにあの、されるでしょう。そういうあの、結論を引き出してほしいと私は思うんですが、いかがですか。占領を見て、それからその占領に基づいて何をするかという議論に入っていきますので、ちょっと今まだそのどういう方向に進むかということはここでご質問に答えられないですね。の皆さんがどうお考えになってどういうふうにご発言されるかということで、まあ、委員会の方向が決まっていくと思いますので、初めから1ミリシーベルトをどうするというそういう関連的な、まあ、議論ではなくて、具体的にその何をするかということのお話になっていくと思います。まあ、主に今日の後半の方のお話は今からこの専門家会議で議論になってくる部分でございますので、今すぐにそれに対してお答えというのはできませんけれども、十分にご意見をの記録させていただいて、次 の議論に使わせていただきたいと思います。